異性体、異性体、異性体、発音、とは、同じ数、同じ種類の原子を持っているが、違う構造をしている物質のこと。分子 A と、分子 A が同一分子式で構造が異なる場合、A は、A の異性体であり、A は、A の異性体である。また同一分子式の一群の化合物を A と、総称した場合、A も A も、A の異性体である。 ジエチルエーテルは、ブタノールの異性体であるというのが、前者の違法であり、ブタノールの構造異性体は4種類あるというのが、後者の使い方である。分子式著の化合物の構造異性体といえば、ブタノールに加えて、ジエチルエーテルやメチルプロピルエーテも含まれる。大多数の有機化合物のように多数の原子の共有結合でできた、分子化合物は、異性体を持ち得る。 一つの中心原子に複数種類の範囲子が範囲した作体は異性体を持ち得る。異性体を持つという性質、異性体を生じる性質を異性、アイセマーザム、発音、またはという。イエンス・ベルセリウスが同じ部分が一緒になっていることを意味するギリシャ語イオタ、ミューイプシロンドイタら1830年に命名した。異性体は トポロジカル構造が異なる構造異性体とトポロジカル構造は等しいが、立体配置や立体配座が異なる立体異性体の二つに分類される。立体配置は等しく立体配座のみが異なる異性体を配材性体と呼ぶ。さらに、化学構造は全く同一だが、分子内の同じ種類の複数の原子核のスピンの向きの組み合わせが異なる核スピン異性体も損する。 作体における四回生体、連結異生体、結合異生体は、構造異生体と言える。互い変異生体という言葉は、速度論的実語であり、通常のタイムスケールでは互いに早い交換をしていて、短時間で平行に達してしまう異生体のことを指す。平行移動が十分早い場合、両者を分離することは難しい。これには、ケトとエノールや、アルファグルコースと、 ベータ、グルコース、シクロヘキサンの椅子型と船型などが該当する。構造異性体には、連載性体、位置異性体、肝脳器異性体等の種類が存在する。構造異性体には異なる IUPAC 名が付けられている。また、構造異性体には、肝脳元が同じものと異なるものがある。分子式腸で表される、化合物には一プロパノール、I、 にプロパノール、E、エチルメチルエーテル、EE がある。I 及び E は、酸素原子が炭素原子と水素原子に挟まれたヒドロキシ元を持つルコールだが、EE は、酸素原子が2つの炭素原子に挟まれているエーテルで、ある。アレンの一種である、プロパジエンとプロピン、メチルアセチレンは異なる種類の結合を含む異性体の例である。プロパジエンは二重結合をつ、 プロピンは、見栄結合を一つ持っている。立体異性体は、原子間結合は同じだが、原子の基下的配置が異なる、異性体のことである。機械性体や光学異性体などが存在する。光学異性体には、互いの共造を重ね合わせられないエナンチオマー、共造異性体と重ね合わせられるジアステレオマーが、存在する。エナンチオマーには必ずキラル中心がある。 多くのジアステレオマーには、キラール中心があるが、ない場合もある。その他に、立体配置の異なる配置異性体もある。例えば、オルトイに固定されたビフェニル元を持つ、化合物には、共造異性体が存在する。E、Z 異性体は回転できない二重結合を中心に、持つ一位性体の種類である。は、カーニンゴルドプレローグ順位則に基づく絶対、配置と呼ばれる。 E および Z は、イタリック体で表す。一方、アルケンの立体異性体の表記方法には、シス、トランスによる表し方もある。これは二重結合を挟んで二つの置換器が、相対的にどちら側にあるかを示すもの、相対配置と呼ばれる。シストランス異性体は、機械性体とも呼ばれるが、これは IUPAC では推奨されていない。異なる置換器が三つ。 以上二重結合に結合した炭素に結合している場合、E、Z 表記が用いられる。立体異性体は作体にも存在する。組成式がマキシーで正方形型の作体や、組成式がマキシーで八面体系の作体にはシストラン水生体が存在する。同じ八面体系で、組成式がマキシーである作体にはフェースとメルディネルの異性体が存在する。また、 光学異性体も存在する。立体異性体の科学的性質は類似しており、光学異性体については物理的性質も似ているが、酵素との反応などの生態活性は異なる。また、先行の回転が光学異性体同士では逆になる。異性化、異性化、イソメリザチオンは、ある分子が、素性式が全く同じだが、原子の配置が異なる。 別の分子に変化する反応である。この時二つの異性体の間に平行が存在している。多くの異性体において原子間の結合エネルギーはおよそ等しいため、相互に変換可能な異性体が存在する場合、反応熱は大きくない。分子間で異性化が起きると定位反応とみなすことができる。例えば、L アミノ酸と D アミノ酸は生体内で、 ほぼ全社のみが存在するが、物理学的には、両者は、工学的性質以外は等価であるため、熱力学的には、非平行状態にある。純粋な L アミノ酸は、甘慢なプロトンの、転移反応により D アミノ酸へと異性化するので、最終的には、L アミノ酸と D アミノ酸との1対1混合物となり、熱的平行に到達する。ラセミカ、生体内では、 片方の立体異性体を気質特異的に異性化する酵素群が存在し、イソメラーゼと呼ばれる。異性化酵素とも呼ばれ、酵素分類の EC5 群が該当する。イソメラーゼには、ラセマーゼ、エピメラーゼと呼ばれるものも存在する。フマル酸は、工業的には、マレイン酸を経由し、シストラン水性化によって合成される。医薬品では、異性体によって、 医学的性質が大きく異なるものが多くある。例えば、テオブロミンはチョコレートから見つかったキサンチンの誘導体でカフェインと同様に血管拡張薬として使われが、テオブロミンの2つの間に結合する2つのメチル元の位置が変わったテオフィリンは、気管視拡張や抗炎症などの効果がある。また同様な例が、フェネチルアミンから合成される精神刺激薬にも見れる。は ヒキラル化合物であり、アンフェタミンと同じ効能を持つが、その効果は弱い。フェンテルミンは、食欲促進剤として使われているが、精神刺激効果は、弱いか、ほとんどない。しかし、フェンテルミンの異性体である D メタンフェタミンは、アンフェタミンより強い精神刺激効果がある。工学異性体は、生体活性が異なるため、医薬品科学や、 生化学において特に関心を集めている。これらの異性体は、光学分割や不正構成によって分離される。異性体の存在が確認されたのは、フリードリヒウェーラーが1827年にの蘇生が、雷三輪、愛、前年にユストゥス・ホンリー・ビッヒが調整していたと同じで、あるのに、両者の性質が全く異なることを発見した時である。この発見は、の 同じ化学物質は同じ性質を示すという当時の理解を覆すものとなった。さらにウェーラーは1828年に尿素とシアン酸アンモニウムの素性が同じであることを発見した。これらの現象を表す言葉として、イエンスベルセリウスは1830年に異性アイセマーザムという語を導入した。1848年、ルイパスツールは 主席さんの結晶を左手型と右手型に分離した。二つの物質は変更を同じ角度だけ反対方向に回転させた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。